森林プロデューサー村越一郎の森林哲学、レジ袋有料化の心理学。レジ袋の有料化は海洋ゴミと結びつけられて語られることが多いが、これは全く関係がない。これを関連付けで話している人は、よく分かっていないのかなと思ってしまう。ちなみに私は環境省の環境カウンセラーなので、環境省寄りな、発言をするのかと思われているけれども、基本的に全く環境省の言ってることは、気にしていない。レジ袋の有料化で問題視するべきことは経済的なことである。つまりレジ袋がいらない人間でもレジ袋を無料で、ただで、もらえる、今まではね、つけてもらえていたわけだから、当たり前のようにレジ袋に入れてもらって、レジ袋で買い物を持ち帰るといったようなことがされていた。欲しい、レジ袋が欲しい人はそれでいいんだけれども、レジ袋がいらない人にとってしてみれば、ゴミが増えるということになる。だからレジ、私の場合もそうなんだけども、エコバッグというか、要するに、レジ袋はいりませんというように、自分で持っていったエコバッグなどで、袋に入れて、買い物をしていた。なので、これはなぜそうしていたのかというと、レジ袋を断ったらポイントがつくから。ポイントを、要するにレジ袋をもらうよりもポイントをもらった方がいいと、判断して、レジ袋はいりません。エコバッグです。その代わりポイントをください。ということだった。なので、要するにレジ袋かポイントかと選べたわけだ。それが今は、そのレジ袋が有料化になると、今度はレジ袋を入れませんと言っても、ポイントがもらえなくなってしまった。これが何でしょう、大きな問題。つまりレジ袋はもちろん、ただで、提供するものではないし、商品なので、お金が製造から何か原料からお金がかかってるわけだから、お金を払って、買うというか、利用するのが、これは普通当たり前。ただでもらおうなんてことがおかしい。つまりレジ袋は、その他の商品、そのお店、私の場合は、メガドンキホーテを、よく使っていたんだけれども、コンビニなんかでもそう。つまり、今までの全ての売上収益の中からレジ袋の経費として、落として、収益を、確保するというか、儲けを出そうという。そういった、均等に、レジ袋が欲しい人もいらない人も、均等にその、レジ袋代金を払っている状況だった。これが、ポイントをもらえるようになると、今度はレジ袋いりませんよというと、そのポイント還元、ポイントをもらえることによって、少しでもレジ袋をいらない人の方が、安く買い物ができるようになる。で、今度今、有料化になると、レジ袋は買うものとなって、レジ袋で持ち帰る人をレジ袋に代金2円とか5円とかお金を3円とかね、お金を払って買って、レジ袋に入れて持ち帰る。で、エコバッグを持っていけば、そのレジ袋代金は、払わなくてもいい。こんなことは当たり前のことである。つまり当たり前のところにやっと、なることができた。ただ、レジ袋を買って、いる人は、レジ袋代金を払うことによって支出が増え、要するに、支出が増えることになるけれども、じゃあレジ袋いりませんよという人は、いらない、レジ袋を買わない分だけの、お得感があるのかと。ここのところがちょっと今のところまだわからない。メガドンキホーテだったら、そこのところをうまくレジ袋をいらないといった分だけ、例えば納豆が3円安くなるとか、豆腐が2円安くなるとか、これまでの、ね、価格よりも、みたいな目に見える効果、レジ袋有料化による割引みたいなものが、お店が打ち出してくれれば、レジ袋が有料になった、これからでも
そういったお店はますます繁盛するんじゃないかなと思ったりもする。レジ袋有料化の心理欲。